レスター博はイギリスの伯爵位。12世紀にイングランド貴族の伯爵位として創設されたが、1837年の創設以降は連合王国貴族としての伯爵位となっている。1564年にレスター博に除されたロバート・ダドリー・レスター博位の初めはロバート・ド・ボーモンである。彼はフランスの伯位である。 ムーラン博の爵位を名乗ることが多かったが、彼の三代後のロバートは、レスター博異を名乗った。四代レスター博ロバートで、モ門家の男系子孫が断絶し、彼の医療は二人の姉妹に分けられ、年長の姉妹の息子であるシモン・ド・モンホールが、レスター博異を継承した。しかし、当時は、フランスとイギリスの関係が悪化していたため、シモン・ド・モンホールは、レスター博として、 正式には認められなかったが、彼の次男のシモン・オセイは、レスター・ハククライと所領を改めて継承することができた。彼がヘンリー三世の時代において有名なシモン・ド・モンフォールであり、1265年のイーブ・シャムの戦いで戦死した。彼の所領と身分は、エドマンドの息子であるレスター・ハクン・ランカスター・ハク・トマスは1322年に反逆の罪で処刑され、 白衣を失ったが、数年後彼の弟ヘンリーに返された。ヘンリーの息子のランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントは二人の娘のみを残して死去し、彼の所領は娘たちで分けられた。長女のマティルダに、レスター白衣は受け継がれ、彼女の夫バイエルン公ビルヘルム一世が、レスター白となった。しかしマティルダは、夫の白衣継承後すぐ死去し、白衣は、妹ブランシュの夫である。 ジョン・オブ・ゴーントに継承され、彼は後に、ランカスター公となった。皇位と白位ククの両方とも、ジョンの息子で、後のイングランド王ヘンリー4世が継承し、両、身分ともヘンリーが、王位についた時に王位に統合された。レスター白寮は、後のランカスター公領の一部となった。その後、レスター白位は、エリザベス1世の長身ロバート・ダドリーに与えられたが、ダドリーは、 軽子なく死去し、白衣は空衣となったが、白衣は彼の甥い、ロバート・シドニーのために、再び創設された。白位と共に、ロバート・シドニーは、従属釈位となる、リール爵の位を1605年5月4日に、授けられた。シドニー家は1743年に七大白爵が、死去するまで白衣を保持していたが、その後は再び空衣となった。白衣は、 トマス・クックのために1744年に再び創設されたが、彼も軽視なく揮をしたため、空位となった。レスター白衣は、16代フェラーズ・オブ・チャートレー男爵で8代コンプトン男爵のジョージ・タウンゼンドに与えられた。彼は4代タウンゼンド子爵で後に、初代タウンゼンド公爵となったジョージ・タウンゼンドの長男であった。タウンゼンドは、 1618年創設の二大伯爵の娘ルーシー・シドニーの子孫にあたる。伯位は1855年に彼の息子三代タウンゼンド公、ジョージ・タウンゼンドの死により再び空位となった。タウンゼンド公位は彼の重帝に継承され現在も続いている。初代レスター伯、トマス・クックホーカムホール・クック家は1613年から1616 16年まで。 主席裁判官を務めた有名な裁判官で政治家のサー・エドワード・クックの子孫である。彼の子孫のトマス・クックは地主で政治家、芸術のパトロンであった。1728年、彼はグレート・ブリテン貴族としてオックスフォード州ミンスター・ロベルのラベル男爵となり、1744年にはグレート・ブリテン貴族のノーホーク州、法カ部のクック死爵、そしてレスター博となった。 クックは、ノーホークに、ホーカムホールの建設を始めた。また、19代、クリフォード男爵マーガレット・タフトンと結婚したが、唯一の子であった、クック子爵エドワードが、両親に先立って、死死なく死去した。そのため、レスター白衣は1759年の白爵の死により、空位となり、クリフォード男爵位は1775年のマーガレットの死去により、空位となった。 クック家の所領は、最後の伯爵の老いであるウェンマン・クックに継承された。ウェンマンは、フィリップ・ロバーツとレスター伯の島ヤントの息子であったが、父方のロバーツ姓を捨てて、クック姓を引き継いだ。彼の息子であるトマス・クックは、政治家で著名な農学者であった。ノーフォークのクックとして知られ、長年議員を務めたが、農業発展への貢献で知られており、 イギリス農業革命を推進した人物の一人であった。1837年、彼の王子の爵位が復活し、連合王国貴族としてのクック死者及び、レスター博となった。一方、この時点では1784年に創設された、タウンゼンド家のグレートブルテン貴族としての、レスター博位は存続している。レスター博位は、トマスの二度目の結婚から生まれた長男が継承した。 彼は60年間ノーフォーク総督を務め、1873年にガーター騎士に助任された。1909年の彼の死後、白衣は長男が継承した。彼はスコッツガーズ第二大隊の大佐となり、ノーフォーク総督も務めた。彼の後は長男が四大白として継承したが、彼もまたノーフォーク総督を務めた。彼の息子五大白は、 ジョージ6世とエリザベス2世の自重を務めた。5大博は男子なく死去し、3大博の次男アーサー・ジョージクックの息子が6大博となった。彼の後は長男が7大博として継承し、現在は7大博の長男が2015年に8大博となっている。邸宅はホーカムホールであり、ノーホークのウェルズネスクトザシーの近くにある。 シドニー家の紋章レスターハク,クック家の紋章法廷推定相続人は、現八大伯爵の息子クック爵エドワードである。ありがとうございます。